風はどこから来てどこへ行くの。私がわかる言葉を示してください。豊かに流れゆく祝福の風、主が導かれる場所へ立ってさあ行こう。かかる虹、風を好みに受けてあなたに委ね。喜びなさいってのはどういうことかって言ったらね、信仰の対応を取りなさいって。どこへ行くの。私がわかる言葉で示してください。豊かに流れゆく祝福の風、主が導かれる場所へ立ってさあ行こう。光る湯凪の海、空かか主は御言葉を与えてすでに勝利、そしてその御言葉に立って対応をしてくれます。好みに受けてあなたに委ね。風はどこから来てどこへ行くの。風を好みに受けて主の手に。こんな問題があってもう私はこの問題の解決を見ないだろうと思うかもしれないね。しかし見る見る見るんです。そう言ってるんです。神の言葉に従うことが信仰なんで、それはね、発展していく。発展していくというのは聖書を超えて発展していくという意味じゃなくて、聖書を満たしていくことが信仰を使う。